デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。いたします。心豊かになりましたね、いろいろあるんでしょうけど、いろいろありますね、やっぱ継続はすごい大事ですよ、何でも継続は力なり、力なり、本当にそうだと思います。僕らの動画もね、本当にそうだと思いますし、皆さんに ご支援いただいて、続けていけてますんで、いけてますって感じですね、温かいコメントをね、お願いします。大変だよな、やっぱり、若干生温かくてもいいですよ、冷たいのはやめて。はい、ということで、このコーナー、皆様のお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今、返答期間が大体1ヶ月ぐらいと短縮されておりますので、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回は YouTube 動画アクタウラ社製電動ガンエアガン初心者の初めての一丁にできるかデメラに聞きたいコーナーへのコメントでございます。腹黒白ウサギさん、どっちなんやってね、いう方からのコメントでございます。黒いのか白いのかどっちやと、内臓的なものかな。あ、そういうこと、だろう、ここだけ黒くてそこか白、なるほどね、デメさん、浦川さん、こんにちは。いつも楽しく見させていただいております。ありがとうございます。数年前にパドックさんで買わせていただいた次世代 HK417 の外装カスタムを楽しんでいたところ、ふと気になったので質問させていただきました。車外の20インチ化アウターバレルエクステンションを購入し、サバゲーの時は純正16インチと車外20インチプラスサプレッサーの両方で運用しています。この場合フィールドでの初速測定はどの状態で行うべきでしょうか。当然行ったフィールドに聞くべきですが、デメ裏的見解が聞きたいです。ちなみには私は両方の状態で測定すべきだと考えますが、計測すべきだと考えますが、交換している間他の方を待たせてしまうのは申し訳なく思います。長文失礼いたしました。回答よろしくお願いしますと、お願いいたします。はい、まあ、原則として短いので測って、何も干渉しないのでまず測って、問題なければいいんじゃないかなと僕は思うんですけど、長いのつけて下がったってことは、なんでしょうね、サプレッサーをつけたからでガコーンって落ちたら、それ当たってるんじゃないの、中で当たっちゃって、まあ可能性としてね、まあ、ちょっと話してたんですけど、そっちの可能性の方があるんじゃないのかと、どう思うんですか。その初速が上がるより16インチの方の状態のインナーバレルで変わってなければ、その分こう長くなるわけですから、20インチプラスサイレンサーなんで、結構この減衰するはずなんですよ、ね、何もないただアウターバレルの空間があると、そこに当たっちゃうんじゃないのっていうぐらいの、まあこれで当たらなくても上がることはちょっとあまりないだろうってことでしょ、こっちのカスタムがね、内部のカスタムが何かされているとまた変わる場合はあるかもしれないですよね。これがほらインナーバレル内蔵のサプレッサーとかだと、ぴったりくっつくと加速する可能性あるんだよね、空気が逃げないから。でも本来であればエアがもう出てるはず、中身がそのまんまで変えてないで、ただ外だけ伸ばしたっていうと、もうその中で不安定になる可能性も出るし、空気は、もう押してないと考えると上がらないだろうと。密閉されたら上がる可能性はあるかもしれないけど、密閉状態にならないんじゃないのかなと思うんですよね。そうだから一般的に俺のやってる、ていうかパドックでやってるチューニングだと、それで上がるってことはほぼないかなと、だからこれが、まあ、両方で測るべきっていう、まあ、フィールドさんとかね、見解であればもちろんそうせざるを得ないんでしょうけど、むしろデメ裏に説明してもらいたい、
なんで両方で測らなくてはいけないのかっていう時が、まあ、チェックができないからじゃないですか。現場ではね、現場ではすぐにチェックできないから両方測らせてくださいって言われたらその通りにするしかないと思うんですけど、基本的に中身変えてないですよねっていう話になれば、ああじゃあこの純正状態で測ればいいですよっていう。最近ねその測り方も俺ちょっと分かんない、まあいろいろね皆さん、フィールドさんによっても若干違う場合はあるかもしれないですけど、これがうんまあとあるところがマックスオップで測るっていう、はいはい、壊れんじゃねえじゅ、うん、いやそれも必要だっていうコメントもねありましたんで、はぁとその回で話してるんですけど、マックスオップがいかにそのやんない方がいいよって言ってるかっていう話をしてるんですけど、あのマックスオープンを測るべきなんだみたいなコメントもありました。そのあたりちょっとびっくりしたよね、それがそういう考えがあるんだユーザーさんの中にも。だからフィールドさん的には分からんからその場ではチェックできないんでやってくださいっていう、実際にやった方が早いでしょってことだと思うんだよね。もう何でもかんでもそういう事例があったとか、まあ、分かんないですけど、そういう要望があったかどうか分かんないけど、うん、どうするんだろうね、マックスオップで玉詰まり起こして直してくれんのかな。まあ、その場合はその状態によるん、俺ごねるよ多分ユーザーだったら。こんなん壊れちゃうに決まってんじゃんバーカみたいな感じになると思うね。バーカって言っちゃダメなんだだってお前構造の理解もう一回してこいって言うと思うよね。まあその回でもね言ったんですけど、結構フィールドさんあるあるって、知らないスタッフさんが、あんまりエアガン詳しくないスタッフさんがやってたりするとなんかもうとんでもないルールとかレギュレーションを作ってしまうとかっていうのはたまにあるんですよね。で実際に、まあ、今回ね腹黒白うさぎさんの場合は多分中身はいじってなくて、ただ外装だけ伸ばしただけっていう場合は、うん、正直短い方で測って超えてなければ問題ないわけですよね。でそれつけて超えたらダメだよねって言ったのね、あのサプレッサーつけて落ちたから使っていいでしょっていうのは、そうだからサプレッサー20インチプラスサプレッサーつけて正常値内、まあ法令、うん、まあ、レギュレーション以内だとしても16でもしかしたら上がることはありえる、うん、から16の場合でオーバーしてたらダメだよね、ダメだよねっていう。だって減速アダプターってそういう仕組みだもんね、ぶつけて下げてるから、うん、あのじゃあ減速アダプターでいいじゃんって形になっちゃうから、だからまあ僕ら的な見解は、純正の状態で適正で測って超えてなければ基本問題ない、長くする分には、うん、まあ上がる要素が限りなく少ない、いや、ね、それこそこうサプレッサーの中にね、うん、加速装置なんかが入ってるんですって言われたらそれはダメ、ね、空気を一瞬にしてこうキュッと通った瞬間さらにこういいエアをこうパッて出したらそれは画期的だよ、うん、そういうすごいのがあったらそれはもう加速するかもしれないけど、うん、まあ普通のサイレンサーであれば、まあ、そういう機構はついてないですから、ないはずなんでね、うん、だから大丈夫じゃないかなと僕は思うんですけど、まあ両方測った方が怪しくないとかだったら両方測ればいいのかなと思うんですよ。それをつける時間が、まあフィールドさんがねつけてくださいって言ったらつければいいかな、しかないし、まあ、その場じゃなくておそらく一回並んで一回測って、じゃあもう違うやつでもう一回長さで測り直してくださいって言って、もう一回それ付け直しに一回はけると思うんですよね。その場でやることはないと思うんですけど、俺これでつけて上がるかもしれませんって上がんなかったらお前腹切れよって言うかもしれない。いや腹切らなくていいですお前本当に知ってんだなっていう、うん、いやダメです、腹切らなくていいです。あのねにわか知識でねこう言ってくんじゃねえと思う時もあるのよ。ねえねえねえお前本当だな絶対って絶対上がるんだな。お気軽に聞いていいんですよ、うちはね。いやいや、うちこの質問じゃなくて、うん、一般的他のね他の質問でね、はい、質問違う本当に上がるんだ、腹切る覚悟しろよ。だ腹切らなくていいですなんだろうね、その二十何年やってきてそういうチューニングがある場合があるっていうのはホップをかけたら上がるっていうのはある、うんうん、ホップの話ですね。ホップの話はねそれは分かる、はい、だがしかし、いや俺は今マックスが違うから同じ 0.2 でも謎が違う、あ違うかもしれないね、うん、こ
っちで超えたらダメだ、うん、ダメだね、分かった、うん、じゃあどっちの球どれで超えてもいけないっていう意見が正しかったのね、この間の断足のやつみたいな。あ、まあね、うん、どの状態でも超えていけない、うん、それが多分正解なんだと思うんだよ、うん、でもそれで断足測定の時に球をさ20種類とか置いて測るかっていうと測らないよね。それ無理だよね、運営的には。そうですね、まあ、基準あの自分のところの球使ってくださいっていうところはねあると思うんですけど、うんうん、それでもうそれで超えちゃったからじゃあ通報なんですかって話になっちゃうんですよ。全然これがねなんでこう今のね異議申し立てがあるかって、ね、はいはい、バレルをご自分身で変えたんですよ。えそのねお客様が、はいはい、そしたらバレル変えたぐらいでなんで断足上がるんだよって言われたんですよ、はい、超えますよね。それは超えますよ、ね、まあでもこれはほら僕らの常識であってお客さんの常識ではなかったわけです。その方はねもうね、うん、すごいのよ。だから切れられても困るわけですよ、ね、切れられても困るんですよこっちもね、なんでだよって言われてもいやそういう場合もあるんですよ腹切るかっていうぐらいの、ね、いや腹切らなくていいんですいや なんでですかってなるじゃない、うん、バレル変えたのに断足超えたぞ。いや変えたじゃないですかって何も言ってねえだろ。でほらその感覚があるとアウターバレルでもなるんじゃないのかっていうふうに思う方も多分いらっしゃるんですよ。これ分かります。これはでも正しいかなと思うんですよ、うん、自分なりに多分腹黒白うさぎさんは調べてあれじゃあアウターも危ないんじゃないの、うん、って思われたからこれはね理にかなってるんです僕は。分かるんですよ。ああ伸ばしたらダメなのかなじゃあっていう。だからサプレッサーつけるの不安だなって思われるんだと思うんですよね。バレル変えて断足超えたって10センチ伸びてたら超えるでしょうねっていう、まあ、超えない場合もありますけどね。いやびっくりしましたよ。それがまかり通っちゃうんですか。いやまかり通ってはないんじゃないですか、うん、お前まあ別にどこにも書いてないですからね。そうなんですか。あ、まあカスタム のバレルとか売ってるとこだと断足に影響する場合がありますとは書いてあるかもしれないですけどね。影響ってどっちか分かんないですから、まあ上がる場合下がる場合分かんないですからね。これはね全身モザイクで語りたいぐらいだよねこのチャンネルでやってたらモザイクかけても分かります。声を変えても多分分かります。いや聞いてくださいよって、それ持ってきた人がぜひ聞いてもらいたい言いたいこといっぱいあるんですよ。それでね、いや書いてねえだろみたいなこと言われて弾道がとか、はあ、腹にしまってきましたねはい、あでも、うん、まあ腹黒白うさぎさんのはのパターンの場合は、ね、問題ないかと思います。うん、まあもしフィールドさんで言われたらまあそれに従うしかないんで、そこで参加したければね、そこの方針なんで僕ら的には別に必要ないなと思ってますけど、そうだね、原理的にも必要ないんじゃないかなと思います。うん、構造上的にも僕もそんなに必要ないのかな、うん、僕はねやっぱりね。いやでもいろんなねその感覚の人がいるんで、うん、それじゃダメなんだって方もいらっしゃいますし、そうじゃないんだろう、いろいろねご意見ありますから、うん、そうだね、ご意見って便利な言葉だよね。まあどちらにしても超えないのが一番いいからね本当に。そうね、サバゲーで使えなくなったりとか、法的に引っかかるのはどのパターンでもやっても大丈夫なように余裕を持ってやっとくっていうのがまあ一番ベストだよね。ベストではあるんですけど、はい、まあたまにねその断足系の違いだったり球の違いちょっとしたカスタムの違いで変わっちゃうってことはあるんで、その辺をね全部が一緒とは限らないからね、うん、だからどの状況になって自分が何をやったかなとか、何もやらないで上がったらもちろんそれはね初期の段階のセットアップがうまくいってないかもしれないので、一番困っちゃうのは僕ら馴染みなんだよね。あうまくそう回っちゃっていろんなところがちょうどいい塩梅になっちゃうと92で出すじゃん、うん、そしたら97になってましたってっていう。いやこれ起きます、実際に本当に起きて、その時も大変申し訳ないっつってすぐ落とす方向にするので、その場合はぜひとも言ってください。もちろん
その状態であれば保証内でやらせていただきますので。気圧とかもねありますしね。そればっかりはね、うちら住んでる場所がちょっと違うとね。通販の場合ね、住所が分かるから大体あこの地域だとちょっとかなり山の上だなとかって分かる場合もありますけど、今度宇宙旅行に持ってくんですけどねとか言われても打てんのかな、空気ないのにみたいな。船の中だったら、船の中だ、外だとちょっとあれってなるわけですね。まあ、だなって、うん、ちょっと面白い。あとほらあの遠征とかね、はいはいはい、うん、山の上のフィールド行くんですっていう時にもしかしたら越えちゃうって可能性はなきにしもあらずなんで、その辺もちょっと注意しながらね、はい、余裕を持ってやっていただければと思います。はい、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。